皆様こんにちは。今日はお忙しい中本当にありがとうございます。これからパネリストの皆様方と一緒に話を進めていただくわけですけれども、最初にちょっと私の方からなぜ中高生なのかというデータで説明をさせていただこうと思います。まず最初にですね、これはミンデルという先生の論文からなんですけれども、日本の子どもというのは実は世界一、睡眠不足、これは赤ちゃんから3歳ぐらいまでの子どもの合計、睡眠時間の国際比較なんですが、もうとても残念な結果であることはもう一目瞭然だと思います。もうどう考えてもニュージーランドはよく寝てるなというのがよくわかるんですけれども、こういう状況の中でじゃあ我が国はどういうふうになっていたかといいますとですね、実は、これは日本小児保健協会が10年ごとに大々的な全国調査をしております。その大々的な全国調査の結果です。1歳児から5歳児までの、夜10時以降に寝る子どもの割合という、データなんですが、ご高覧いただくとお分かりのように、昭和56年、平成2年、平成12年、平成22年と、4つありまして、平成12年を見ていただきますと1歳、2歳、3歳の5割以上の子どもたちが全国調査の中で夜10時以降に寝てたことが分かります。私たちはものすごくこれはショックを受けました。でその後平成18年度から、文部科学省の方で早寝早起き朝ごはんという先ほど藤江課長からもお話がありましたけれども、運動が起こりまして、そして平成22年のデータを見ていただくと劇的な改善、もうどの年齢に至ってもかなりの改善が見られている。ただし今でも1歳2歳の子が3割以上夜10時以降寝てる国なんというのは本当に少ないというかもうほとんどないと言っていいくらいに日本の子どもたちのお寝はまだまだ改善が必要だと思います。でこの平成12年を見ていただきますと、平成12年の最も悪かった、最もお寝の割合が多かった世代が今中高生なんです。でこの中高生の子どもたちもどうしていったらいいかということで、実は、今日ここにいらっしゃる多くの教育関係者の方々は思春期が心配よねって時々口癖のようにおっしゃいますが、まさにその思春期が問題でありまして、東京都教育委員会が今年の3月に、都立高校を中途退学した子どもたちを追跡調査をしています。これはインターネットで報告を見ることができます。でもちろんだから例えば結婚して子供を産んで育てている人とか会社員になった人とか別の学校行った人とかいろいろな層がいるんですけれども、何があったら、どのようなことが自分にあったら中途退学をしなかったと思うかという問いに対して、全ての層で規則正しい生活習慣という、そういう答えが出ています。なので思春期にが問題になってくる。さらにもう早寝早起き朝ごはんの話をどこかでお耳になさった方はご存知のように、メラトニンという思春期が来るまで第二次成長、ひげが生えたり声変わりをしたり初潮が来たりする第二次成長を思春期が来るまでの間抑えているというホルモンがあります。このメラトニンというホルモンは実は乳幼児期にたくさん分泌されます。でその乳幼児期にしっかりと寝てないと、中学生高校生になる前に実は初潮を迎えてしまったりというふうに、この右側のちょっと新聞記事を見ていただくと、2004年、これ大阪大学のデータですけれども、生活習慣の乱れが性の成熟を早めると、そういうような結果になってきます。つまり思春期に問題が起こってくる。でさらに言いますと、先ほどのデータです、日本小児保健協会のデータで、平成12年の前、平成2年のあたりに子どもだった人たちが今新入社員として、あるいは新任の教員として教育現場に出てきています。
で、私はその新任の先生たちへの調査を行いました。で、幼児健康度調査という先ほどの調査で3割ぐらいがもうすでに夜10時以降に寝ていた人たちだったんですけれども、実際調べてみると、朝食を食べずに園や学校に行ったことがあるとか、園や学校で午前中に眠くなったことがあるとか、そういうのがすでに3割を越していて、今でも現実に彼らは遅寝で、原因としてやはり友人とのメールであったり、それからDVD を見ているとかゲームをしているとかというようなメディアとの接触というのが非常に大きく取り上げられています。つまり青年期にまで影響が引きずっているのではないか、でならばこそ今気づいて直す、あるいは今気づいて自分の生活をコントロールしていく、そういうことが必要なのではないかというふうに考えています。で、中高生に関しましては、先ほど課長のお話にもありましたように、文部科学省が本年度、中高生を中心とした子どもの生活習慣づくりに関する検討委員会を立ち上げ、その中でやはり中高生の生活習慣をもう一回こうきちっと見直し、なおかつ中高生や保護者に対しての普及啓発をしていこうと、そういう方針を出されておりますので、私たちもそこにのっとって今日はその今中高生がどういう状態にあり、何が問題で、どのような改善策を考えていけばいいのかということを含めて、討議をしていきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。